ハロー YouTube! 投資家のパパです。本日も YouTube やっていきます。2020年6月12日、フライデー。金曜日でございます。はい。今日はね、株式投資のお話をさせていただこうと思っておりまして、大暴落が起きました。パウエルショックですね。 やびっからこきました本当に昨日 YouTube 撮っていたんですけど、ねあの当時がね昨日の時間帯24時近かったですねあ、マイナス800ドルぐらいだったんですね、その時ダウがね、ダウ平均、アメリカの株価のですねダウ平均がマイナス800ドルぐらいだった、その時ちょうど24時5分ぐらいだったかな、まあトランプ大統領がねツイートされました、は。い 起こってるんですねまあパウェルショックということで、ね、そこから始まった、えー、ね激動の日々がね繰り広げられました今日はそんな話をまた日本株のお話もさせていただこうと思いますので最後までご視聴のほど何卒よろしくお願いいたしますババチャンネルでございます皆様チャンネル登録を何卒よろしくお願いいたしますね お友達の皆様にもぜひともよろしくお伝えくださいませ。はい、それでは参ります。パウエルショック。びっくらこきました。いや、これはね、心臓に悪い感じでございますね。本当だけどね、まあ、天国と地獄というようなね、まあ簡単に言うとね、アメリカのダウが下がって、ね、マイナス1800ドルガキーンと落ちていったんですね。そこからね、 えー、日本株も寄り付きはガーンと落ちて、だけどそこが寄り底になって上がっていったっていう、まあ、端的に言うと、そんな、ね、激動のあれからの一日だったのかなという感じでございますけど、またそこを、ね、詳しくお話しさせていただこうと思っている感じでございます。まあね、昨日日のののそうです、ね、ですすよ時時時ぐぐららいい夜中月か えーまあね、日付変わって6月12日の0時4分ぐらいですね、トランプ大統領、まあ、その時マイナス800ドルぐらいだったかな、トランダウ平均がね。 ツイートされましたいや、ね、トランプ大統領ねツイート好きなんですね。ツイートでね世の中をね結構ねあの株価をね動かしているような感じでございます。特にね2019年とかそんな感じでしたね。夏とかねひどかったね、トランプ大統領のねツイートであの株価が上がっ,下がったり下がったり下がったり、もう読めないというかねそんな感じでございましたけどもまあねうまくツイートを、ね、あの政治としてもね、ね政治的にも利用されているのかなというね。ままああ全然ねでも、えーまあ そこがまたね今までにない大統領ということですごくいいんじゃないかなと僕は個人的に思っていますけどそんな大統領のトランプ大統領大好きでございますねそんな感じでございますけども、まあ、この、ね、昨日の、ね、6月12日やもう今年のあ今月、あ、今日の6月12日の、ね、デ・ライジーぐらいにあのツイートされてトランプ大統領なんて言ったかというと FRB、まあ FR まあ、パウエルさんに、ね、非常に怒っている感じの、ね、ツイートを送られました。 ねえもっと言い方があるんじゃないかって、パウエルさん、なんか数字を見て、まあ、僕だったらね、あのもっとうまく、ね、プレゼンできるよって、ソフトバンクの孫社長じゃないですけど、うまくもっとプレゼンできるよみたいなね、感じでございましてね、そのねもう確かに悪いっちゃ悪いのかもしれないけど、そんな悪いって言ったらね、みんなショックに感じるじゃないか ともう物は言いようというかねせっかく皆さんで頑張ってねその金融緩和もしながらアメリカ復活だという感じで盛り上げていこうとしてるんでまたそんなことチーンチーンってみたいなことを言うともうねマーケットを冷めるじゃないかっていうことでトランプ大統領は溺起こされてまああの 新コロナウイルスのワクチンもね、もうすぐできると、最高の2021年になるんだということをね、トランプ大統領ツイートで言っておりました。気持ちはすごくわかるというかね、パウェル何やってんだみたいな感じでございますですね。まあ、その本当びっくりはしましてもね、あの、それからね、マイナス1000下げて、またマイナス1800ぐらい。 1800ドルぐらいダ、ね、ウ平均が下がっていたという感じでございましてトランプ大統領のツイートも虚なしく下がっていっちゃいましたですねそれに伴って、ね、原油も、ね、思いっきり下がりましたちょっとびっくり来ました、また朝寄りついて、ね、僕の持っている原油ブルという商品も、ね、思いっきり下がってありましたね。 ねえまあ、ちょっと長い戦いになっていくのかな、でもね、まあ、今、原油ブルもね、原油もね、上がってきたので、36.67ドル、上がってきましたね、一時期35ドルを、ね、割って、ね、半分ぐらいになっていましたが、もうそれから1ドルぐらい上がってきたから、まずはね、40ドルまで原油も上がっていくんじゃないでしょうかね、恐怖指数が、ね、一時、ね、40を超えましたですね。まあこのね えー、マーケットのね恐怖を表す指数でございまして、これが高くなればな,なるほどですね、100に近づけば近づくほどあのねマーケットが、ね、非常にね悲益悲った状態で、えー、大変なことになるんですけども、まあ恐怖指数も40ドル40を超えていったということで、今ね現在ね37.52という感じでまあちょっと緊迫した状況であるけど、ちょっとねまあ気になるところですね。まあ今今夜のダウがねまたちょっと後でみあのねちょっと見たい行きたいと思いますけれどもねどうなるか気になるところでございますね。今20、ね 1時21分この youtube 撮っているわけなんですけどももう30分ねぐらいしたらですねあ1時間かもう1時間ちょっとしたらねまたダウが復活するということでまして、えー、楽しみでございますどうなっていくのかただねちょっとダウが今、えー、上がっていくのかなという感じであのーえー、ちょっと待って見ないとわかんないですけどもちょっと見ていこうと思いますねドル円もね107.34っていう形でね上がっておりましたねちょっと見てみましょうかね、えー ドル円もいいね、いい感じ。昨日百六円台いいって言ったからですね、だいぶいいんじゃないですか。円高になっていってですね、えー、はい、そうですね。ダウ先物、おお、いいじゃないですか。プラス四百三十五ドル、おお、プラス四百三十五ドルですね。非常にね、高くなっている感じがします。日経先物も,もね、プラス四十という感じで、まあどんどん上がっていくでしょうね。これマイナスだったからですね。いやー、よかった。 ですねまあちょっとそのからで、ねえー、まあその昨日の0時ぐらいですね、まあ、6月12日今日の0時なんですけどもはい、まあ、コカ・コーラ株がですね僕持ってるんですけども米国株 KO っていうね有料銘柄のねちょっとね思わずねあのーうん、まああのー 命を大事にということで、売るつもりはなかったんだけど、ちょうどね、今日がね、6月12日がね、コカ・コーランの配当落ち日なんですね、配当権利日なんですね、落ち日、権利日。だから、持ってきたかったけど、えー、まあ、損切りというような感じになってしまいました。いやー、ね、ちょっとね、うん、まあいいかなと思,思いますね。 ちょっとまあ違った銘柄を選択しようと思う。ちょっと僕、まあ、コカ・コーラも良かったですけど、なんかね、うん、良かったんだけどね。ちょっとまあ昨日の暴落もあって、ね、一時ちょっとキャッシュポジションを。 高めたかった米国株っていうのがまだ僕あんまりよく分かってなかった部分も多々あったので日本株に集中しようということで、えー、まあ損切りという形しました結局ねコカ・コーラ5月7日ぐらいに購入してゴールデン明けぐらいに購入して44.90ドルぐらいだったねその時でまあ106ドルぐらいドル円もねで昨日がね 僕が切った時は46.30ドルで切ったんで、まあ、あのドルで換算すると、まあね、プラスっちゃプラスなんですけどねただね、えーまあ、手数料は高いねやっぱね手数料は高いからね,やっぱねその えー、マイナスになっておりました、ねまあビビたるものビビいやでもねそれはね、まあ、ビビったるものとかやっぱお金でございますからですね、えー、まあ損,損には限らないというかね感じでございますからまあちょっとね深い反省とともにね今後のまた戦略も決めていこうかなという感じでございますねうんまあ切らなくてもね今日上がっているとは思うんですけどねよかったんでしょうけどまあ言ってこいでまあねトントンなのかなという感じですねまあちょっとね えー、まあそんな感じですよ、うん。これがね、アップルとかの株だったらね、利益がね、もっと出たんでしょうけどね、ちょっとね、えー、コカ・コーラが出遅れてたもんね、なかなか上がってなかったしね、2日ぐらい前にね、利益確定しとけばよかったんですけど、それも分かんないもんね、うん、まあちょっとそういったところで、まあ、ちょうど行ってこいったところで、まあ、切ったという感じでございますね。 はいまあ、ちょっと日本株に集中したいなつというのもねやっぱりダウがマイナス1800ドルやっぱりいっちゃったからですねどんどん下がっていたんですよも、ね、だからねまあ安全に期してですね、まあ、命を大事にの作戦でちょっと、えー、切った感じですね、まあ、持っていってもよかったんでしょうけどねうんちょっとねやっぱり日本株に集中したかったただそれだけです。 やっぱりね、うん、もっと勉強がしない感じですね。はい、そんな感じで。次にね、あの、まあ、日本株。 でそれから寄りつきたんですすすねねねややっっ、ね、っぱぱりり大大底底ででよももうごい日銀さんも今日入ててきてました、ねまあ、それでどんどん上がっていったわけなんですけどもねその寄り底でですねもうそこで寄ったらあと上がるしかねえだろうという感じでございましてまああの僕もね、まあ、あのキーホルダージャパンホテルリードとかね入っていきましたジャスダックの4712キーホルダーまあこれね秋元康先生の銘柄でねずっと僕は注目しているんですけどもねまああの。 えー、朝のよった安いところであの入っていきました。うん、まあ全然良かったなと。それから上がっていったからですね、良かったなと。まあ、引き続きね、寄ル、えー、ーダーには注目していきたいと思っております。いろいろ材料にね、耐えないからですね。あとジャパンホテルリートもね、まあ株数を減らせたので良かったなという感じでございますね。これもずっと長期で持っているメーカーでございますね。はい。で、あとはね、そのね、びっくりしたね、ラもね、 あのなんかねフライデーのニュースかなんかであの下がってましたねストッピアスに朝ねその時僕入らなかったんだけど、まあとできあのちょっと分かったんだけど、まあ、ちょっとその後テラのね、えー、1時間後ぐらいに僕分かったかなその,テラのなんか、えー、メキシコメキシコでそのわ,わざわざこうやって、えーとね、証拠 VTR み,みたいなのをねスマホで捉えてましたけどそれを見ましたですね。 うん、身の潔白だという感じで、ね、言われてましたけども確かにねとんでもねえなという感じでございますけどもねそのたまったもんじゃねえよという感じでございますでしょうけど、はい、そんなことでぐ、ま、っ、あ、と上がっていってましたねただその後場に何ついてやっぱ下がっていきましたねそれはちょっとでまたその僕はその寺はその下がったところでまたストップやす付つけたんですね1回目ね。それからもう3回つけけたんだけど 正式には最後は最終的にストップ安になってしまったんだけどその2回目のストップ安の時に、えー、僕はちょっとリバウンド狙いでリバドりでちょっと入りましたでまあちょっと80円ぐらい抜いてですね、えーまあ、リバドったという感じでございましたですねはいねちょっとね、うん、今日の作戦はちょっとあのー、なるべく命を大事にの作戦だったので何と言ってもねまだねこの。 ちょっと試合が不安定になってしまう可能性もあったからですね、まあ今日ダブが上がればね、まあ、ちょっと盤石になっていくとは思うんですけども、ちょっとね、まあ、S メジャー S 級というのもあってね、まあ、ちょっといろいろね、まあ、ちょっと不安定だったから、ちょっとうん、デイトレをそういうテラとかね、リバドリでやった感じですね。あとね、ケイブスっていう銘柄、ジャスタックにある3760。 ケーブっていう銘柄を朝寄りつきあたりで入って、えー、ちょっとねそれもリバ取ってね、えー、リバ取りしましたねまあボラが激しいからですね取りやすいですねもうそこから上がるだけっていうのがですねやりやすいですね、えー、まあそ寄り底から狙った戦法とそのストッピ安スから狙った戦法ですね、まあ、悲観の極みで買うという感じでございますね。 はいまあ、これは結構僕ねあの使う戦,戦法でもあるんですけどね、まあえー、そうですね、うんまあ、これは取りやすいなという感じでございますね、まあ、そんな感じの一日だったなとだけど他にもねいろいろ貼りたい銘柄もあったけどねうんそう面白かったね見てるだけでもねうんそう。で今 ダウもね、上がって、先物も,も上がって、いいじゃないですか、ね、また来週の月曜日が株高になっていくでしょうね、このまま行けばね、えー、何事もなくいけばね、そうどうなんですかね、まあ、世界経済とか世界ニュースがまたまで気になるところではございますけども、引き続きね、予断の許せないところでございますけども、うーんさあ、どうなっていくでしょうかね。 まあね僕はそのやっぱり軸となる銘柄はしっかりね持ちながらですねあとはそのリバ取ったりねちょっとデイトレも入れたりねあのちょっと落ち着くまではやる可能性はあるんですねただねまあ今日のダウ次第にもよりますけどね、うん、まあ土日の様子を見たいですね。うん という感じですねやっぱり下がったところで買うっていう勇気は必要ですねこういったところはね、うん、そんなところを感じますまあこれねやっぱコロナショックを僕たち,僕たちは経験してきたもんね普通の投資家諸君はねもう最近ね3月のコロナショックですよ大暴落ですよこのその時の初動よりもねこのパウエルショックは大きかったけど、うんえー、まあちょっとビクラらこきましたけどねまあ それを経験してるからね、まあ全然ね、対策も対応もね、もう慣れている感じですね、一回経験してるからね、すごいショックをね、コロナショックを、まあね、こういう大暴落は、僕は大歓迎というかね、なんか面白いですね、こういうのは。はい それがあるとなんか刺激的ですねただねまあ、しょっちゅうだいぶかあっても困りますけどね <laughs> もちろんずっと上がっていくっていうのが一番ねあのいいことではありますけどねまあ、ちょっと、えー、調整があったのかなという感じでございますねはい本日は以上でございますまたね引き続き、えー、マーケットがね楽しみでございますね株ってやばいってやばいぐらい面白いですねそんな感じでございます はい。皆様、チャンネル登録を何卒よろしくお願いいたします。この丸いボタンです。見えますでしょうかこの丸いボタンポチッと押していただくと、ポンと出てきます。何かがポンと出てきます。チャンネル登録がポンとできますので、何卒よろしくお願いいたします。バイバーチャンネルでございます。ありがとうございます。